線のご紹介です。まずスクリーンですね、車外のものに変更されています。ヘッドライト非常に綺麗ですね。フェンダーも特に問題はなさそうです。タイヤも交換する必要ないそうですが、ひびは入ってますね。はい、ハンドル周りも特に変わった部品はありませんね。強いて言うならレバー関係が変わってます。はい、タンクも特に問題なさそうです。エンジンガードついてますね。あとバックステップキット装着済みです。シートも特に問題なさそうです。リアのタイヤもこちらもひびが入ってますね。でこちら車外のマフラーが装着されています。でこちらに傷ですね。あとエンジンガードにも傷ついてます。お探しの方は早めにご連絡ください。